はい、1998年、オムレコーズより、スクラッチパーバーズコーズオブアクションを聴きいただきました。この番組はいちご万歳愛想農園、川から手作り餃子の中華亭、お客様の未来を塗り替える町のペンキ屋さん宮崎塗装と伊豆の国市のエビア商店の提供でお送りしております。はい、メッセージテーマもう一度言っておきますね。メッセージテーマ、夏といえば〇〇、お待ちしております。夏といえば、夏に関する話であれば、何でも結構ですのでお待ちしております。送り先877@fmizunokuni.jp 877@fmizunokuni.jp です。よろしくお願いします。話は変わりまして、現在ですね、市原湖畔美術館、市原市、千葉ですね、で開催中の14日から、今月の14日から開催中の外の遊び展のグループエキシビジョンですね。グループ展 で, です、ね、もう始まってるんだね。もう始まってますね、そこに参加されている、森田さん、森田隆弘さんですね、95年よりちょっと紹介させてもらいます。1995年より FESN というプロダクションを、立ち上げて、現在に至るまで映像監督を務めて、今はですね、ハンドシェイプのスケートボード、手作りしてるスケートボード、すごく今有名で、そのショップも運営されていて、でアート作品も手掛けたり、市原湖畔美術館の今回の展示が初めての展示じゃなくて、いくつか今までにも展示されているんですけども、今回は市原湖畔美術館に現在開催中の外の遊び展のことに関してちょっと聞いてみたいと思います。はいはい、森田さん、こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。こんばんは。こんばんは。忙しいところすいません。大丈夫よ。全然平気。はい、ちょっとインスタグラムとかで森田さんの展示してる作品の内容を見せていただいたんですけど、はいはい、めちゃくちゃでかいですよね。でかいね。めちゃくちゃでかくてちょっとびっくりしてるんですけど。初めてだね、あんな大きいの。相当でかいですよね。本当ありがたいことに、はい、この市原湖畔美術館の中の地下の一番大きいステージをいただいたんだよね。大きさで言うとどれぐらいになりますか。どれぐらいなんだあれ。何畳あんのかな。結構広いよね。そう、写真見る限り相当、天井というか上も高いじゃないですか。うん、上はもう吹き抜けになってるから。そうですよね。バンクだけで高さ5メートルあるからね。それはでかいですね。でかいですね。もうあんなでっかいとこをもらったんだったらでっかいことやりたいなと思って、ね、そうですね。そうそうそう。僕まだちょっと現地には見に行ってないんですけど、どういったコンセプトというか、どういった考えで、展示作品を作ったんでしょうか。展示作品、いや俺はもう13歳の頃からスケボー始めて、で、こう、紆余曲折、怪我したりだ、なんだ、いっぱいスポンサーがついて、コンテストに勝てた時期もあれば、はい、コンテストも全然ダメな時期もあってとか、はい、で、自分のそのスケボーの活動を、こう、いろいろ紆余曲折して、こう、初めはコンペティション、そのコンテストに出ることしか、当時はなかったんで、はい、コンテストに出て、だけどやっぱコンテストっていうのは結構こう出て何度も出ていくうちにこうなんとなくこうパターンが読めてくるっていうかね。ほう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 。だからコンテストって、あ、実はこうやって得点稼げば勝てるんだとかさ、なんかこう自分の美意識の中で本当は俺はこういうスケートボードやりたいなって思ってても、それを素直にやってもその得点に繋がらなかったりとかっていうのがあって、はい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 、それでいくつだったっけな、22ぐらいの時だったと思うけど、その目標にしてた先輩のスケーターがいて、はい、でその先輩のスケーターに勝ったらもうコンテストやめようと思ってた、で、結局決勝でも思いっきり負けてるんだけど、予選では結構勝ったんだよね、はいはいはい、でその時に自分のそのコンテストのライディングでは
今までのそのずっとコンテストやってきた中では一番自分の中でその意識的に今のが良かったって思ったコンテストがあって、でその時にまあ俺は結局6位だったのかな。でまあそれって自分の中のパーフェクトだったわけ。そのパーフェクトが要は技の難易度とか、そのそういうことをでこう基準があるから、そうするといくら俺がやったトリックが良くても6位以上にはなれなかったわけだね。そういうことですね。でその時にもう結構見切りをつけたっていうか、コンテストっていうのはもう自分のそのなん表現の中ではもうないなっていうか、で今度はじゃあビデオ、スケートボードのビデオの制作で自分を表現しようと思って、はい、さっき今かかってたみたいな、ああいうそういうヒップホップだとかさ、はい、その当時90年代の自分を取り巻く周りの音楽とかっていうのを上手、こう使って、そのもうちょっと文化的なカルチャー寄りのスケートボードを表現したかって。あのスポーツ寄りではなくっていう感じですかね。そうだね、その順位をどうこうつけるっていうよりは、もう少しその作品的な感じの、まあ、俺なんかはスケートを街中でしかやってきてないんで、でスケートパークもない時代だったんで、で街中で常にやってるスケートボードをみんなに見せるにはもうその方法しかなかったから、それでまあビデオにシフトしてったんだけど、今度またビデオも20年もやっていると、パターンが読めてくるんですよ。まあやっぱり、ああ、こういう風にやれば売れるビデオ作れるんだなとか、あの、みんなが注目してくれるにはこういう作品を作るのがベストなんだなとかさ。で、だから、本当に売れるビデオとかっていうのは、そういうのってパターンがあるから、あの、分かっちゃうわけね。で、こう、パターンが見えてくると今度やっぱつまんないよね。それで、市原公安美術館に行くまでに、俺は4回ぐらい個展をやらせてもらってるんだけど、その1回1回の個展をやった時に、まあ一番初めやった個展は、あの、もう今から4年前になるんだけど、あえてスケートボードを使わないでスケートボードのフィーリングを伝えたいと。それを、あの、もうそれこそあれ、伊豆の国市のあの、あれですよ。愛想正和の家で、あの、毎晩のように通って、ね、あの時ですね。はい。で、曲線を使った、曲面を使った立体作品を作ったところから、そのアートの方に入ったんだけど、で、まあ、それで何回かこう、毎回毎回その、自分の中にまだパターンがないものを作っていって、で、今回、5回目の展覧会みたいな感じで、今回は今まではやっぱり狭いところが多かったのね、ギャラリーとか。だけど、やっぱ今回美術館なんで、結構、僕も初めは小さい部屋をあのホワイトキューブもらってその中でやるのかなぐらい思ってたんだよね。そしたら、一番でかい部屋でしょ、一番でかいもうホールみたいなところを、ここでどうですかって言われたから、いやもうこれは、スケートパークとしたら小さい、あの、そんな大きい場所ではないかもしれないけど、自分が今までそのアートショーをやってきた場所の中ではもうピカイチに大きいんで、もうそれだったらもうスケートボードを使ってっていうか、もう2回目の個展から自分のやっぱ、展覧会はスケートボードありきだなっていうのはもう分かってたんで、やっぱり他のアーティストと何が違うかって言ったら僕がスケートボードできることでしょ。そうですよね。やっぱりスケートボードがまずできてというか、それを使って何かを作り上げることができないかなって思った時に、今回の市原公安美術館の大きさは、もう、なんて言うんだろう。もうずっと想定してたことだったから、もうでかいところから話が来たら絶対やってやろうと思ってたのが今回の展示だったのね。